よっしゃっていきましょう。青鬼2016。こちらのゲームはですね、青鬼1の最新バージョンということで、どうやら青鬼2に繋がる物語が描かれてるらしいです。早速やっていきましょうか。ニューゲームでやっていきまーす。なんか、仲間を全員死なせない状態でクリアをすると、特別なエンディングが見られるらしくて、それが2に繋がってるらしいですね。なので、それを目指して頑張っていきたいと思います。名前はアビブでよろしくお願いします。青鬼1と言ったらやっぱアビブですよね。私昔目隠ししてやるほどやり込んだんですけれど、もう昔の話なんでね、だいぶ内容を忘れてると思いますけれど、思い出しながら頑張っていきたいと思います。町外れにある無人の館。そこにはお化けが出るという噂があった。導入部分は一緒なんですかね。うん。タクロウ、ちょっとイケメンになったタクロウ。中は思ったより綺麗だな。埃一つないからね。なんだか寒いわ。だから俺がいつでも温めてあげるって。おい、もう帰ろうぜ。ここで帰ってればね、あんなことにはならなかったのに。んだよ、たけし。ベッドのか？ああ。はっ、たけし割れたよ。見に行ってお願い。おい、もう帰ろうぜ。ベケベケし。お化けなどいるわけがないでしょ。科学的に考えて。おい、アビブ！ああ、行っちゃった。お前がここで行かなければみんな助かったのに。で、こちら側に行きますと、左遷じゃねえよ。左遷されてどうすんだよ。皿が割れていますね。で、皿の破片を手に入れると。これどうなんだろう？アップデートで結構謎解き要素とかも変わってんのかな？一応いろいろ調べた方がいいかもしれないけど。でもこれさ、すげえ最新のシステムキッチンって感じじゃん。さあ、埃一つないってことはさ、最近まで使われてた形跡があるってことでしょ？なんかすごい怪しいよね。古びた洋館って感じが全然しないし。こっちがまだ入れないのかな？入れないね。ここが多分図書室なんでしょう。あ、みんながいない。どこへ行ったんだろう。探しに行かなきゃ。で、左側に行くと、多分青鬼が出てくるよね。シルエットが見えるよね。これ入ると死んじゃうんだよね。あ、開かない。まだ入れないと。開かない。じゃあ2階行きましょうかね。多分こっち側の扉も開かないんじゃないかな。もう全然謎解き覚えてないわ。で、たけしがいるところに入るんですけれど、見取り図は変わってないかな？ちょっと右上の画鋲が月っぽくなってるのがすごい気になるけど。あと、右側になんか隠し通路的なものありそうだね。消した跡があるよね。こっち側も行けそう。左側多分行けないよね。じゃあ右側多分行けると思うけど。来た。で、たけしーがいるんだよね。たけしーここにいるんでる？知ってるよ？あ、浮かないね。じゃあ他の、来た。たけしなんで揺れたんだよ。バレバレじゃないか、お前。ああ、マナーモード中だ。ガタガタガタ。安定のたけしモード。たけし？ああ、ダメだ。他のみんなは？あ、ダメだ。言語喋れない。なるほど、もう携帯になり下がってしまったたけし。他のところ、あ、なんかあるね。ドレスの鍵。あれ、こんなところだったっけ？なんか、イメージじゃなくて、記憶と違うんだけれど。ちょっと変わってんのかな？それとも俺の記憶が間違っているだけなのかな？他のところも調べとこうか。図書室調べてしまうと青鬼が来てしまうので、その前に他のところを探索したいんですけれど、全部鍵閉まってっかな？閉まってるね。開けないだって。じゃあ、図書室行きましょうかね。さあ、2016の青鬼はどれだけバージョンアップしてるんでしょうか。なんせもう青鬼ってもう10年以上前の作品ですからね。ちょっとなんか高解像度になって恐怖が増してるよ。あれ？方のところが光ってないよ。あ、さあ、始まります。セーブしようか。あ、ちょっと画面も変わってるね。連続逃げ切りって何それ？そんな要素もあるんだ。面白いね。撮ってみましょうか。撮ってみますよ。ちょっと今移動しなかった？寝室の鍵を手に入れた。で、来るでしょ？くる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 ？あれ？あ、来た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 。やっぱ AI とかも進化してんのかな？ちょっと追いかけやすくなってるんじゃないの？早いよ、ちょっと出てくんの、お前。ふざけ！まずい。これは、こっち行けるか？あ、でもこっち行き止まりじゃん。あ、やべえ。積んだ？あ、大丈夫。あ、行ってお願いします。はい！来た、これ。完璧じゃないか。なんでここだけちょっと待ってくれたんだろうね、青鬼くん。さあ、あ、BGM が怖いよ。BGM が怖い。当時やってた時よりもスピーカーがいいから、音がいいよ。だから恐怖が増してるよ。あ、大丈夫？行った？あ、行った！よかった！あ、なにこれ？アチーブメント獲得だって、一回連続で逃げ切る。そんなのあるんだ！撮影完了！ちょっとやめてよ、勝手に撮影するの。なんか可愛らしい青鬼がいたけどね。こういう要素があるんだ。なるほど。じゃあ行きましょう。なんか右上が点滅してたよ。じゃあこっち側もなんもない。これクリックでももしかして移動できんの？あ、移動できるんだ。めっちゃ楽じゃないそれ。ここさ、逃げるときさ、ここクリックしたら入るってこともしかして。あ、そういう要素も、あ、すげえ！これちょっとぬるゲーすぎるからこれはいっか。ね、楽すぎるよ、これだったら。
なるほど。じゃ、この椅子も動かせない、何もない。そっか、そういう要素も加わってんだな。で、こっち側入れないと。じゃ、戻ります。左側、鍵開いてるところ結構開くんじゃない？あ、シーズン鍵。で、ベッドを動かすと、何これ？ 294754。753か。ちょっとメモっとこうか。メモメモ。なるほどね。多分使われてない数字168のどれかが下の3つに入ると思うけど、今はわからないのかな。よし。じゃあちょっと動かしましょうか。これ左側のここの2マスだけ色が違うのがヒントになってるんだな。あれ動かせない。こっちか。で、下に入ると、ピアノがある。鍵盤で、早くチーがないと吹けない感じか。じゃ、ここはまだダメと。調べて調べて。結構これ暗号さ、たくさんさ、あるパターンがあるから、これは鍵盤の形になってるんだな。これもメモっとこう。この鍵盤の形を覚えといて、メモメモ。OK。メモは大事ですよ。で、これが多分毎回違うんだな、確か。だから暗証番号が毎回変わって、しまうと。鍵を開けた。さあ、で、ここに出るわけですわな。じゃあ、青鬼が出現したということで、左側のこちら側が行けるようになってる。扉開いてる。扉開いてるね。セーブしとこう。これ、こまめのセーブが大事。今回ファイル何個あるんだろうな。入ります。で、洗濯機ちょっと新しくなってない？いいじゃない。すごい乾燥が早そう。で、多分浴室に、ドライバー、プラスドライバーが入っていると。なるほどね。じゃ、左側も行ってみますか。さあ、ここはトイレですわな。洗剤、ハンキチーが必要になってくるんだけど、開く。トイレしないの？すごいね。これ細かいギミックすごい好き。ここに1個扉欲しいよね。なんでこんな広いスペースなんだろう。ちょっと落ち着いてトイレができないからやめてほしいな。たけしの部屋に、ヘンケチーあたりがあると思うんだけどな。たけし、あ、いたいたいた。ここにヘンケチーフがあって、たけしはいなくなっていると。入り心地チェックもして。たけし臭がすごいですね。ここは入りたくないですね、みたいな。やり取りをした後、多分このハンカチを、洗剤つけて拭くと、ピアノの、鍵盤が洗い流されると思うんだよね、この血が。ね。洗剤なくてもいいような気もするんだけど。とりあえずアイテムで洗剤をハンケチューにつける。で、ハンケチューをここに使うと、キュルリンパ915。915ね。で、この形を覚えておくんですよ、この形を。この形で9。で、この形で1。で、この形で5ということ。これをさっきの暗証番号のところ、すごいぞ、今の神回避。いいぞ、ギザギザ動き。このデビルバッドコースを下げられると思ってるか。嘘って！早く入りすぎだよ、お前。ちょっと。大丈夫だよね。大丈夫、見られ。もうちょっと間置いてよ。ミリオネア目、なんかちょっと、まあ、言えなかった。ミリオネア見習って。ここはもう強制だからね。逃げるしかないと。ドアバグとか使えんのかな？試してみたいな。で、やばい。右側来てしまったけれど、逃げられるんだな、これが。ほっ。さ、さ、ほっ、ほっ。オッケー。完璧。いいぞ。そんな動きで僕を仕留められると思っているのかい？逃げ切れた。オッケー。お、自動撮影やめてほしいな。やめよう。これできるのか。で、切ると。こういう機能もあるんだな。なるほどね。こっち側も調べときたいんだけど、鍵がかかっている。で、こっち側は畳の部屋。襖のな、頻度ありすぎ、出すぎ、お前、出たがりかよ、お前、ちょっと、出すぎだってば、バカなの、死ぬの、生きるの、死ぬの、お前なんかそういう動きするから余裕なんだって、出てきても捕まえられないんだから諦める精神を持ちなさい。先にこっちからやろう。こっち側の暗証番号。で、先ほどの鍵盤がヒントになっていると。形を合わせるようにしていくと、これが鍵盤の形になってるから、この形だと5か。5の反対側だから、5を1回転させると5のままか。だから5。最初は5。で、2番目はそのままの形だから1。で、次がそのままの形だから5。で、次がそのままじゃなくて、これは9の反対かな？で、9の反対は6になるから、5156。いいんじゃない？5156。もう昔は数字とか全部暗記してたんだけどな。子供の部屋の鍵を手に入れた。これ何種類かあるんだよな。3種類、4種類、5種類ぐらいあるんだな。で、子供の部屋を手に入れました。じゃあ1階の探索へ戻りましょうかね。あそこの畳の部屋。あそこの奥に、調べて、何があるんだっけな。よいしょ。で、こっち側。入ったな。お、なんかある。
ライター、そう、ライターですよな。左側は開かないと、ここ青鬼。ずっと隠れてたのかな、あいつ。もうすぐ来るぞ、もうすぐ来るぞ、ワクワクみたいな感じで。可愛らしいわな。で、ここも暗証番号が必要なんだな。で、ここだけちょっと色が違うんだよね。で、ここで、皿の破片を使うと、ドアノブがないから開けられない。で、ドアノブを持ってくればいいってことか。なるほどね。結構覚えてるかも、ところどころは覚えてるかもしれないな。さ、で、子供部屋がここだわな。あ、ミカ、ミカ何してるの、アビブ君。無事でしたか、他のみんなは。さあ、はぐれてしまったから。そうですか。これは、選択肢でなんか変わっていくのかな。やっぱり、一緒に行った方が安全だけど、多分ついてこないんだよね。でも、ここの選択肢でエンディングが変わるかもしれないから、一応誘っとこうか。行きましょう。冗談じゃないわ。化け物のいる館を歩き回るなんて。そうですか。タクローがいればそんなことはないだろうにね。タクローを連れてくればいいんじゃないかなって思うけれど。さあ、ここの上に何かがあるので、拾いましょうね。ライターオイルだっけ？これをライターに入れて火を灯すと。みんな重そうに運ぶわな。で、ライターオイルをゲットすると。そうしましたら、アイテムを使いまして、これでライターが使用できるようになるという感じですね。はい。さてと、お、タクロー！あれ、タクロ、髪伸びてない、なんか。言ってない、なんか、後ろの方。アオビブ、無事だったか、無事だった、無事だった。なんとか。アオビブ、お前も見たのか、あの化け物。もう毎回見てる、何回も見てるよ。にわかには信じがたいことですが、あのような生物が存在するなと。出入り口は全部塞がれている。閉じ込められちまったんだ、俺たち。窓とかあればね、そこから脱出できたのに。そのようですね。手分けして探索しよう。俺は一階を見てくる。よろしくお願いします。一回はもうだいぶ調べ尽くしたんだよね。うん、じゃあ、ここでプラスドライバーを使用してドアノブをゲットすると。ね。この発想はなかなか浮かばないだろうけれども。で、このドアノブを先ほどの、畳の部屋のところですね。あそこのドアのところにドアノブをつけて、あそこのドアノブが開くようになると。さあ、じゃあアイテムでドアノブ使って開けます。真っ暗ですね。しかし私には、風前の灯しみ、ライターがあるのです。いいぞ。で、このライターをここに灯すと明るくなると。いいね。さあさあさあ、で、ドアを開きまして、他には何もないかな。一応調べといた方がいいような気もするけれど、なさそうだね。OK。さあじゃあ進みます。お、鍵がありますね。これ閉めとかないと大変なこと、セーブしとくか一応ね。セーブして両方パターン見るつもいいかもしれないけれど、取ります。はい。そうすると、どやー、ね、どんな気持ち、どんな気持ち。今回はあれで南京錠がなくても大丈夫と。相変わらずキモい顔してんな。和の時って結構形不細工なんだな。あ、手もすごいリアリティ。ちょっと揺らし方怖くなってんじゃねえかよ。で、諦めて去っていくと。なるほどね。これは最初初見じゃ気づかないわな。オッケーっす。さ、で、これ地下室へ行こうとすると、ミカ！これでミカが助けられなかったら、新エンディングが見られないってことでしょ？どうすればいいんだろう、これ。助けられるの？あ、ナウロ、あ、ミカ！やられちゃってるよ。この時点でもう新エンディング見られないってことじゃない。これ助ける術があるってことか。どう助ければいいんだろう。あ、まずくね？ドアバグ使える？これ。ちょっと待って。ダン、ダン、あ、ダメか。もう地下室の鍵を開ける前に、なんとかミカちゃんを助ける術を探さなきゃいけないってことでしょ？ミカちゃんに話しかけて選択肢が2つあったけど、あの選択肢次第ではミカちゃんが助かるのかな？ちょっとミカちゃんに、一緒に行くを選ばないパターンでちょっと見てみようか。さあ、どうでしょう？あー、ダメだ！やっぱりまさぐられてる。卑猥なことされちゃうよね、どうしても。入って、ミカちゃんがいて、これもう死んでるよね。ダメだよね。ミカちゃん、どうすればいいんだ、君。やるとしたら、ここかな？この先かな？この先って今までなかったもんね。多分、この先のこの鍵？この暗証番号を解かなきゃいけないんだろうけど、3桁の数字のヒントなんてあったっけ？米印3つのやつかな？数字が3つ足りなくて、168。168でも順番がわかんないもんな。順番をなんか書き示すものなんてあったかな。月、なんだろうな。
多分足りない数字が168だから、それの順番だと思うけど、その順番が書いてないからな。全部当てはめてみる ?3 の 3×2×1、6パターン入力すれば解けるんでしょ?入力してみるか。どっかにヒントあんのかな?でもそれで解けるんだったら解いてみたいけど、ちょっと行ってみっか。こっちがね、168186って順番に入力していけば多分合うと思うけど、それか残りの数字を足すとかかな。ちょっと試してみようか。168ダメ。186ダメか。618おー、いた。結構早めに出た。紙切れとタリスマンの書入ったよ。ちょっと、新要素やめて。新要素やめてよ。ちょっとサクサクプレイでいこうと思ったのに、新要素加わるか。これ何?ん?え?はぁ、十字キーが動かせる。これマウスでも?あ、マウスで動かせない。あ、マウスで動かせるね。あ、なんか色が塗っ、え?あー、これ全部揃えろとかそういうパターン。でも全部揃ってるよ。タリスマンの書見ればわかるかな。とりあえず全部埋めてみる、一回。一回埋めてみて、なんか順番通りに、あ、色変えるってやつか。あーはーん。それでなんかの模様にすればいいんでしょ?だったらちょっと今のところ余っといて、タリスマンの書、見てみましょうか。これは、タリスマンについて書かれた書物。タリスマンは月、星、太陽があり、それぞれ異なる人物に作用する。そのものが該当するタリスマンを身につければ、何らかの厄災から守られるだろう。どうやらタリスマンには科学を超えた力があるようです。化け物のいること自体科学で解明できない今、私はタリスマンの力を信じましょう。科学を否定してよ、アビブが。珍しいな。厄災から守る。このタリスマンを持ってれば青鬼から逃げられるってことなのかな。月、星、太陽、3つあんじゃん。だから拓郎とミカちゃんとケンジ、ケンジじゃねえ、誰だっけ。その3人が、この3つのタリスマンを持ってれば守られるってこと?じゃあどういうことだろうな。なんかの形になってんのかな、それとも。月。これあれか。なんか隣り合う数字?じゃあ隣り合う色?だから重なっちゃいけないとかいうやつなんじゃない?色が。なんか全部、同じ色が隣同士になってしまうとダメってやつなんじゃないかな。これ、このグレーの色も合わせるのかな?それだったらできそうな気がするけど。グレーの色を合わせていいんだったら、黄色、白で、ここ白にして、ここ黄色にするじゃん。で、さあ、紫かな、ここは。で、このグレーか、ここのグレー、どっちかがグレー。難しいな俺。ここを白、紫合わせないように合わせないようにしていけばいいんだろうね。だから白でしょ、黄色、ここ紫かな。でここを白とすると、ここ紫ちゃん、でここが黄色にして、でここ白にして、でとりあえず適当にやってて順番に色を変えていけばいいような気がするけれど、でここを白、あでもここ3色、ここ全部揃うからここ色変えなきゃいけないかな。落ちてきたよ。月のタリスマンを手に入れた。だって月のタリスマンを所持または所持しているメンバーがいると、特定の状態かっこ青鬼が部屋にいる時にタンスに入るなどの時を除き、タンスでの青鬼回避率がアップする。だってこの効果を有効にする。じゃあこれをミカちゃんに渡すとかじゃないの。あ、ミカを化け物から守ってくれそうだなって。めっちゃ書いてあんじゃん。なんでミカちゃんピンポイントだったんだろう。ミカちゃん、月のような、多分セーラームーン、ええ、ちょっと待って、そんな、4桁の暗証番号でどこにあった?やべえ、そんなヒントなかったぞ。月のタリスマンになんか書いてあるとかじゃないもんね。他に何か、タリスマンの書には、4桁の数字ないし、どうすんの ?4 桁の数字なんてどこにあるんだよ。タリスマンの書に何か書かれてるってわけでもないし、紙切りってなんだ、ところどころ穴の開いた紙切れ。これはこれは何だろう、携帯の数字、あ、これをさっきのところにやるとなんか数字の形になるとかなんじゃない。なんかそういう形っぽいしてるじゃん。これを、来た、これ
1754。これでしょ。これを入力すると出られるとかじゃない？うわ、出てくれ。頼む。17で、54。きたー！もうめっちゃ悩んだわ。よかったわ！そうだよね。ここになきゃね、積んじゃうもんな。あー、めっちゃ悩んだわ。じゃあ、先進もうか。これで多分、ミカちゃんにタリスマンを渡せば、青鬼から守ってくれて、ミカちゃんが生き残れるんじゃないかな。ちょ、4人全員ルート、いけそうな気がしてきた。ミカちゃん、タクロー、これを受け取ってください。次のタリスマンです。化け物からあなたを守ってくれるでしょう。綺麗ね。ありがとう。物は受け取るんだ。タクローと合流できたらまた会いに来ます。わかったわ。それまでここでじっとしてる。もう餌を釣るとすぐ素直になんだから、この女は本当にもう、このクソビッチが。で、これで地下室の、ところに行けば、セーブしとこう。多分、よいしょ。行けるんじゃないかな。地下室の鍵を使った。あ、ミカちゃんがキャーって言わない。襲われすらもしなくなるってことか。それ超便利じゃん。で、椅子を持ってきたいんだけど、椅子こっちだっけ？だね。ここには何もないと。こっちは上に何かある。これを上にして2回使うんですわな。あ、ちょっと行き過ぎちゃった。行き過ぎたのは、あなたのせいで、上に乗ってドライバー、マイナスドライバーね。で、これをこっち側に持って行って、上側に行くと。椅子をそんなに重そうに持つなよ、お前。男だろ。もっと軽々とやれよ。そんなに重い椅子なの。まあ確かにエルゴヒューマンのさ、すげえ重い椅子とかあるもんね。よし、で、これで、こっち側持って行って、よいしょ。で、乗ると。で、地下牢の鍵。オッケー。で、あ、びっくりした。今降りられないかと思った。右はなんだっけ？ここら辺から覚えてないな、全然。こっち側は何もないと。お、こっちが行ける？よいしょ。お、鍵がかかってね。まだ行けないと。タンスの入り心地チェックして、私が初めての入り人みたいですね、みたいな。新鮮な香りがします。月の香りがします、みたいな。ナウローディング。やめてよ、ナウローディングって。暗い。見れない。よし。ライター、あ、ライター使えるか。アイテムで、あ、もうなくなってんのか。じゃあ、左側戻りますかね。ミケちゃん、月のタリスマ返してよ。ダメか。じゃあ、渡したままになっちゃうってことね。で、これで多分ミカちゃんがもう生存ルートに入ったと思うから、もしかしたらもっとね、他に選択肢今後出てくるかもしれないけれど、ひとまずは安心ってことですね。じゃあ他のお二人も生きたまま攻略して、で、新エンディング見てみたいと思います。はい、じゃあ時間もいい感じなんで今日はこれで終わりたいと思います。次回、二人を助けたいと思います。お疲れ様でした。バイバーイ。